Hello, hi, Tai. こんにちは。皆さん、ようこそお越しくださいました。今日は素晴らしいプログラムをご用意しております。ヘザー・ヤング。ヘザー・ヤングと申します。オイストの副学長、広報担当をしております。また今日の講演、ノーベル賞受賞者オイストのアジャンクト教授ペーボ教授の講演の MC を務めます。まず携帯電話の電源を切りください。ぜひ講演に集中していただきたいと思います。まず知事からご挨拶をいただき、その後オイスト学長がペーボ教授をご紹介いたします。その後でペーボ教授の講演を聞くこととなります。最後に質疑応答がありますので、ぜひノーベル賞を受賞された教授に何にインスピレーションを得たのか、今後はどういう予定なのかお聞きください。今日は素晴らしい午後になると思います。まずお礼を申し上げたいと思います。共催であります沖縄県、そして沖縄科学技術大学院大学発展促進県民会議、また支援を受けました沖縄県教育委員会恩納村、恩納村教育委員会にお礼を申し上げます。今日は知事ご本人がここにいらしています。玉城デニー知事は沖縄県民を代表する知事職に2018年からついていらっしゃいます。また沖縄市議会議員、そして沖縄3区衆議院議員を務められました。玉城知事、それではよろしくお願いします。ハイサイグスヨー中華ビラ、皆さんこんにちは。まずはじめにスバンテペーボ教授、2022年ノーベル生理学医学賞の受賞、誠におめでとうございます。心よりお祝い申し上げます。皆さんもどうぞ拍手でお祝いください。ありがとうございます。ノーベル賞シーズンスペシャルトーク講演会にあたり、一言ご挨拶させていただきます。ご承知の通り、オイストは沖縄の振興及び自立的発展と世界の科学技術の発展に寄与することを目的として設立されました。設立から10年余りが経過し、その国際的学際的な特徴を生かし、人類の脅威となった新型コロナウイルスに関する研究や未来を大きく変える可能性がある量子技術についての研究、沖縄の特産品であるもずくや海ぶどうのゲノム解析など幅広い分野に取り組み、数々の成果を上げています。ペーボ教授もオイストの特徴を活用し、ゲノムデータを用いて現代人と古代のネアンデルタール人やデニソワ人を比較する研究に従事されています。沖縄では旧石器時代に存在していたとされる港川人の全身骨格が見つかっておりますが、古代人から現世人類への遺伝的な影響が新型コロナウイルスのような感染症の重症化リスクに影響を与えると伺っており、ペーボ教授の研究がさらに進むことで新たに何が明らかになるのか興味が膨らみます。本日の講演会には県内の子どもたちも参加しています。沖縄の研究機関から初めてとなるペーボ教授のノーベル賞受賞は、沖縄県の将来を担う子どもたちにとっても夢や希望、大いなる刺激を与えるものです。世界的に認められた研究者が身近に存在し、直接お話を聞くことができる環境が沖縄にあることのメリットを最大限に活用し、人材育成につなげていきたいと考えています。また私が会長を務め、県内各団体で構成される沖縄科学技術大学院大学発展促進県民会議は、県民一丸となってオイストの発展をサポートするために設立されました。同会議におきましても、今回の受賞も含めオイストの研究活動などを広く県民に紹介するなど、オイストと県民をつなぐ活動を行ってまいります。結びに、オイストがこれからも
人類の未来を切り開く新たな研究成果を生み出していくことを期待し、ペーボ教授はじめオイストで研究に励まれている皆様のさらなる飛躍とご活躍を記念申し上げ、私の挨拶といたします。令和5年10月9日沖縄県知事玉城デニー、一平二平デービル、誠にありがとうございます。 Thank you very much。Thank you, Governor Tamaki. Thank you and your colleagues for your ongoing support of OIST. I know that the Governor has made a quick exit to his next engagement. We're very grateful that he was joining us. 知事はこの後公務のため退出されるようですが、いらしてくださってお礼を申し上げます。この後 OIST の CEO 学長のカリン・マルキデスよりペーボ博士をご紹介いたします。マルキデス博士はペーボ教授同様スウェーデンの出身ですけれども、さまざまなご自身も化学の教授であり、さまざまな大学、スタンフォード・ブリガム・ヤング大学、チャールズ大学、ウプサラ大学、そしてアルメニア、アメリカン大学などで多くの経験を積んでこられました。今年オイストに参加してくださったことに大変嬉しく思っております。ではマルキデス学長、ペーボ博士もご紹介をお願いいたします。まずは玉城知事にお越しいただきまして、そしてサイエンスの興味を示していただいたことに感謝を申し上げます。そしてご参加の皆様もありがとうございます。さて今日これから聞く話は驚きに満ちています。目から鱗だと思います。でもきちんと筋道だった話です。スヴァンテ・ペーボ教授、スウェーデン風にスヴァンテと呼ばせていただきますが、スヴァンテは人類の秘密の箱を開けました。私たちを形作っているものは何なのか、人によって薬や環境に対し違う反応をするのはなぜなのか、一方で人として多くの点で共通していることは何なのかを解き明かすためにです。スヴァンテは非常に熱心に2020年5月からオイストアジャンクト教授として人進化ゲノミクスユニットを率いてくれたことを私たちはとても誇りに思いワクワクしています。スヴァンテと研究チームはオイストの研究風土にまさにぴったりです。スヴァンテはスウェーデンのウプサラ大学で博士号を取得しまして、実は私もその大学の出身ですので、ことのほか誇らしく思っております。オイストは広域心に基づく研究を大切にしています。21世紀の大学にとってこのことはますます重要になっています。この場をお借りいたしまして、日本政府、沖縄県からオイストに対して継続的なご支援を賜っておりますことを感謝申し上げます。おかげをもちましてスヴァンテがやっているような好奇心に基づいた研究への資金が得られております。大胆な基礎研究が社会においてより重要な役割を果たし、持続可能な未来にとって大きな意味を持つ、私たちは今まさにそういう時代の分岐点に立っているのです。皆さんご承知の通り、スヴァンテは考古学や古生物学時代の骨の DNA を読み取る手法を開発しました。その功績により2020年の日本国際賞、2022年のノーベル医学生理学賞をはじめ数多くの賞を受賞されました。長年のキャリアを通してスヴァンテは古代の骨から DNA を抽出し読み取る先駆けとなり、いくつかの大きな発見をしました。その発見により人がどのように進化し地球上にどう広がっていったかについての私たちの知識を書き換えました。ネアンデルタール人ゲノムの解読により、現代の人類がネアンデルタール人の DNA を今現在も持っていることが分かりました。つまり間違いなくホモサピエンスとネアンデルタール人は共存し、
数万年前に交わっていたのです。さらにスバンテは絶滅した全く別の人類デニソワ人をも発見しました。スバンテの飽くなき好奇心はさらに研究を推し進めました。現代人だけに特有の遺伝子変異も発見するに至りました。このことがどのような機能的な変化をもたらすのか、そしてまあ、言い換えますと、私たちの幸せや健康のためにこのような遺伝子の変異をどういうふうに捉えていくべきなのかを探ろうとしています。スバンテの原点は幼い頃に興味を持ったエジプト学です。エジプトに魅せられ続け、博士課程の学生だった頃、エジプトミイラの DNA の研究をして、その後に分子生物学を深く学ぶようになってきました。特に分子遺伝学を集中的に研究し、古代の採取物の研究において多くの苦難を乗り越え、ネアンデルタール人とホモサピエンスの遺伝的な違いの秘密を解き明かしました。ネアンデルタール人の最後の一人が地球上から姿を消して4万年経ちました。その DNA は私たちの中で生き続けています。スバンテは私たちに科学の新しい分野、古代ゲノム学を提供してくれました。さあ皆さん、本日の講演者スバンテ・ペーボ教授をお迎えいたしましょう。どうぞ温かくお迎えくださいませ。Governor Tamaki, 玉城知事、ladies and gentlemen, 学長、そして皆様、同僚の皆さん、今日お話ししたいことは、まず皆さんに思い出していただきたいんですけれども、おそらく皆さんご存知だと思うんですが、私たちの遺伝子的なものは、遺伝子情報はすべて、この DNA に含まれているということです。保存されているということです。母方父方から受け継いでおり、このような有名な二重らせんに保存されています。そして遺伝情報は2回保存されているんです。そしてこういう4文字 ATCG というふうに分類されます。これはとても重要なんですけれども、この二重らせんが分解したとき、離れたときに、また新しくくっついて完璧な形で元に戻るのですが、それによって新しい二重らせん DNA ができます。でこの遺伝子情報が復元されるときは、もちろん通常は完璧な形なんですけれども、自然界にやはり完全というものはなくて、間違って復元されることがあります。そしてこれが間違って復元されると、遺伝的変異というものが起きます。これによって、実は私たち2人の人間を比べると全く同じではないんです。だいたい1000文字に1文字ぐらい違いがあります。もしくはお母さんから受け継いだ遺伝子、お父さんから受け継いだ遺伝子同士を比べても、1000文字から1文字ぐらい違いがあります。例えばチンパンジーと比べるともっと違いがあります。だいたい100文字に1文字ぐらい、この遺伝子の情報が違います。これを使うことで DNA もしくはゲノムの歴史を知ることができます。そしてそれをこういう形で系統図にすることができます。とてもシンプルなんですけど、2人の人間
先のゲノムは遡るとここで同じ先祖になります。でチンパンジーと同じ先祖に遡るには10倍ぐらい遡る必要があります。そしてゲノムというのは非常に大きくて大体300万文字ぐらいあります。ですから非常に多くの情報が保存されています。30億ぐらいですね、失礼しました。で個体によって大体、300万の、違いがあります。そしてその遺伝子的な変異を世界中で調べてみると驚くことにほとんどの遺伝子的変異はアフリカに多くあるということが分かりました。アフリカ以外に住んでいる人が多いにもかかわらず遺伝子的変異の数は少ないのです。アフリカの人口の方が少ないのに遺伝的変異の数はアフリカの方が多いと。それによって考えられるのはここですね、このアフリカ外では見られない遺伝変異というのがあるんですが、ということは私たちの今生きている私たち一人一人の先祖はアフリカで登場して、そして遺伝的変異をどん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 積み重ねて、そしてその遺伝的変異のうちの一部がアフリカから出ていって世界中に広がったと考えられます。そしてそれがいつ起きたのかということなんですが、意外と最近ですね、10万年以上前、10万年もほどもならないぐらい前ですね。で大体50万年から10万年前、5万年から10万年前、出てアフリカを出ていったんです。ただ私たちの祖先原生人類だけしかいなかったわけではなく、他にも人類がいました。有名なのが西ユーラシアのネアンダルタール人、そして東ユーラシアにもまた別の人類がいたということが分かっています。これについては研究が進んでいるところです。ネアンデルタール人は左側なんですが、がっちりとした骨格の人間です。だいたいヨーロッパ西ユーラシア大陸で、生まれました。50万年前60万年前。そして右側の原生人類、すいません消えちゃいましたね、右側の原生人類が現れた4万年前ぐらいに消えていきました。最後のネアンデルタール人が死んだのがおそらく4万年ぐらい前だろうと考えられます。ここ25年ぐらい私の研究チームはネアンデルタール人に取り憑かれています。なんでそんなに興味を持つのかと思われるかもしれませんけど、もうこの世にはいないのにと思うかもしれませんが、少なくとも2つ理由があります。まず1つはネアンデルタール人が現代人に一番近いということです。ですから私たち現代人を遺伝子学的生物学的に定義しようと思ったら、ネアンデルタール人と比べるのが一番いいのです。どこが似てるのかどこが違うのかということを比べるのです。そしてもう一つ面白いのは、ネアンデルタール人は割と最近までいた、まあ、4万年ぐらい前までいたということですね。1400世代前ぐらいまでいたということです。ということは原生人類と同じ時期にいた、じゃあ出会った時に何があったのかという疑問が湧きますが、それを解明するには DNA を少なくとも4万年前の骨から抽出しないといけません。ということで1980年代ぐらいに研究が始まったんですが、その時はネアンデルタール人ではなくて、このミイラ、2000年3000年4000年前ぐらいのミイラを使って研究しました。これがだいたい3000年前ぐらいですか。で
このミイラの皮膚、これですけれども、これを顕微鏡で見ると、DNA が保存されている細胞核のようなものが見えます。そしてこれを DNA と結びつく染料で染めてみたところ DNA が得られたようだということで、ただこれで人間の DNA だということで発表いたしました。ただその数年後に分かったことなんですけれども、この DNA シーケンスした DNA は実はミイラのものではなく、私かミイラを扱ったキュレーターのものだということが分かりました。その時分からってなかったんですけれども、ほんの少しの現代人の DNA が混ざっても汚染されてしまうということなんです。現在の人間の例えば血液から DNA を取り出すと上のようになるんですけども、古代ミイラから取った DNA だと、ちょっと触っちゃいけなかったんですね、古代の DNA だと、DNA がまず少ない、非常に10万から100万分の1ぐらい、非常に短い。そしてすでに科学的に変化してしまっている、これはバクテリアとか菌とかそういうものが長年に何十年も何千年もかけて変えてしまっている。ですからもうこの状態なので、少しでもこういうふうに人間の現代人の DNA が入ってしまうと、もう実験結果が変わってしまうんです。ですからこの技術的な問題を解決するために、例えばそのクリーンルームを使ったりして、それから絶滅した動物の DNA を使ってたりしました。というのも現代人の DNA が混ざった時に分かりやすいので、マンモスとか絶滅した動物の DNA を使ってこの問題に取り組みました。でも私たちが関心を持っていたのはネアンデルタール人だったんです。ですからこの技術的な問題が解決された時にネアンデルタール人にまた戻って研究を続けました。当時2つ考え方がありました、ネアンデルタール人と現代現世人類の関わりについてですが、まず左側、この現代人はアフリカから出て、ヨーロッパやアジアの他の人類とは全く関わらずに完全にこの現代人が入れ替わった。だから何の関わりもなかったというもの。もう一つの考え方は、現世人類がアフリカを出てアジアやヨーロッパにいた他の人類と混ざった。だからネアンデルタール人のと私たち今生きている人間は関わりがあるというものです。ただこの2つの考え方の間にはいろいろな考え方がグラデーションのようにあります。まず完全に入れ替わっているという考え方、それから完全に継続して今の人の直接の先祖がネアンデルタール人だという考え方、いろいろあります。で、私たちは幸いネアンデルタール人、しかもネアンデルタール人の中でも特にこの1856年にネアンデルタール洞窟で見つかったネアンデルタール人のサンプルを手に入れることができました。そしてこれを研究しました。そしてミトコンドリアゲノムというものを調べました。これは母方お母さん側から受け継ぐ遺伝子ですが、このミトコンドリアゲノム
というのが一番分かりやすかったので、それを調べて、こういうふうに、短い DNA、 ミトコンドリア DNA の結果を積み重ねて、どういうふうにミトコンドリア DNA、 現代人のミトコンドリア DNA とネアンデルタール人の DNA がどう関わっているか調べました。で、私たち、全員、地球上にいる全員の祖先は同じ祖先にここでたどり着きます。だいたい 2万年前でしょうか。で、ネアンデルタール人と同じ先祖にたどり着くのはだいたい60万年ぐらい前です。ということで、ネアンデルタール人のミトコンドリアは非常に私たちのミトコンドリアとは違うということで、おそらくミトコンドリア DNA は完全に入れ替わっているということが分かりました。ただ、はっきりしているのは、ミトコンドリア DNA というのはほんのわずかな部分でしかない。しかもお母さんからしか伝わってこないので、もっと多くの情報、お父さん側から伝わってくる遺伝子情報は DNA 核に入っているということです。ですから、まあ10年それから10年後この2000年ぐらいからですね、技術の進化でこのスループット DNA シーケンシングなどができたおかげで、多くの DNA を一度に解析することができるようになりました。ですから DNA を抽出したら、それをダイレクトシーケンスしてデータベースに集めて、それを調べるということができるようになりました。そしてさまざまな古代の場所から見つかったものを調べることができました。はい、それは、ヨーロッパの南で、ネアンデルタール人の核 DNA をそこから取り出しまして、そして人間のゲノム遺伝子と比べました。2010年までにその結果、ネアンデルタール人のゲノムの55% を解読をして公表することができました。そこでこの問いかけがまた出てきました。そのうちの一つはこれです。どうしたんだろうかと、現代の人類が、現世人類がネアンデルタール人と出会った時どうなったんだろうかと、ネアンデルタール人とヨーロッパで交わったんだろうか。そうであれば、現代のヨーロッパ人はネアンデルタール人の遺伝子をアフリカ人と比べてより多く引き継いでいるはずだ。なぜならアフリカにネアンデルタール人は住まなかったからだということになります。そしていろいろ調査を行います。私たちがやったのは、世界からいろいろな地域から5名、いろんな地域から集めまして、ヨーロッパ、アフリカ、そして中国、そしてパプアニューギニアの人の遺伝子を調べて比較をしてみました。一つやったことはこれです。もし、アフリカの2名ですね、どちらもアフリカ人です。遺伝子を比べてみます。で、それがどう違っているんだろうかと。で、ネアンデルタール人のそれと比べてみます。このアフリカ人とあのアフリカ人、違いは50-50ですよね。この2名の間でどちらかのアフリカ人により多くのネアンデルタール人の DNA が入っているということはないはずです。で、調べた結果、やはり違いは五分五分でした。さあ、同じ比較を今度はフランス人と、まあ、ヨーロッパの人ですよね、それとアフリカ人の人でやってみました。そうすると驚いたことに、フランス人の方にネアンデルタール人の遺伝子がより多く残っていたという結果が出ました。もっと驚いたんですけれども、東アジアの人、中国の人と比べてみました。そうするとネアンデルタール人は中国には行っていないのにもかかわらず、
中国人の DNA のところに、マッチングが多かったんですね。で、もっと驚いたのは、ここにもパプアニューギニアにもネアンデルタール人は行っていませんけど、やっぱりここの人もより多くのネアンデルタール人の遺伝子を引き継いでいたと。ということは、原生人類がアフリカを出てネアンデルタール人に中東地域で出会ったと。そこにすでにネアンデルタール人がいたと。で、その初期の頃の原生人類が、そのようになって、ネアンデルタール人と交わってネアンデルタール人の遺伝子を持って世界のいろいろなところに散らばっていったんだと。だからアフリカ以外の人たちは1から 2% ネアンデルタール人の遺伝子を今日も持っているということになるんです。さて、調べていくにはやはりネアンデルタール人の良い DNA を取り出しておく必要があります。で、世界あちこち探しまして、ここロシアのアルタイ山脈のところに行き着きました。そして私たちが開発した手法を用いまして、ここネアンデルタール人のDNA を取り出して、そしていろいろな部位を調べまして、この現代の人の DNA と同じぐらいのクオリティで調べることができました。それを現代人と調べてみると、まず一人のこれが、この一つの線が一人の染色体ですね。すいませんね、しょっちゅう消えるんですが、この第9番染色体ですけど、赤いところが ネアンデルタール人とそっくり、もしくはネアンデルタール人とほとんど同じ遺伝子があるところがこの赤です。で、一人一人がこの線なんですけれども、だいたい1人当たり1から 2% ネアンデルタール人の遺伝子があるということが分かりました。ただみんな持ってるところが違うわけです。ですから、その人、そのいろんな人の情報を集めてみると、だいたい全体の 40% ぐらいがネアンデルタール人の遺伝子になるということが分かりました。で、南のシベリア南部のデニソワ洞窟というところがあるんですけれども、ここも面白いところで、小さな骨がここで見つかりました。で、これが古代の子どもの小指の骨だということが分かったんです。で、これも DNA シーケンスしたところ、ネアンデルタール人でもない、で、原生人類、私たちの原生人類でもない。で、実はだいたい40万年ぐらい前にネアンデルタール人と同じ祖先から分かれた新しい人類、シベリアにいた人類だということが分かりました。で、これをデニソワ人と名付けました。そして、このデニソワ人がじゃあ現代人とどういうふうに関わっているのかを調べました。ヨーロッパではあまり関連がない、ほとんど関連がないんですけど、アジアだと 0.2% ぐらいデニソワ人の DNA の痕跡がある。そしてパプアニューギニアなどだと 5% デニソワ人の遺伝子が残っているということが分かりました。もっと詳しく調べてみると、これはプリンストン大学のグループの研究ですけど、パプア人を調べたんです。で、この横実はネアンデルタール人とのと同じ遺伝子で、ここがネアンデルタール人から来た遺伝子で、縦軸はデニソワ人と同じ遺伝子で、この辺に、ネアンデルタール人ほど近くはないんですけれども、
デニソワ人の遺伝子も持っていたということが分かりました。日本人を比べてみるとネアンデルタール人の遺伝子こういうふうに出てきた、そしてデニソワ人の遺伝子と同じものも出てきたんですが、違うデニソワ人の遺伝子も出てきましたということで、つまり2つの違うデニソワ人集団から来た遺伝子が日本人もしくは中国など東アジアの人にはあるということが分かりました。ということで、ここまでをまとめてみると、まず現世人類の起源を調べたところ、デニソワ人、ネアンデルタール人、現世人類、みんな同じ祖先がアフリカで発生して、アフリカを出て西ユーラシアに行った人はネアンデルタール人になった、東ユーラシアに出た人はデニソワ人になった。で、大体まあ2000年ぐらいにいろいろなサンプルを調べたところ、このデニソワ人、この真ん中のところだとデニソワ人がいた時もあればネアンデルタール人がいた時もあると。で、アフリカを大体まあ5万年前に出た現世人類、私たちの祖先はネアンデルタール人と何回か交わって世界中に広がり、ユーラシア大陸東側ではデニソワ人とも何度か交わり、その後どんどん世界中に広がっていって、現世人類がいなかったところにも広がっていた。そして他の人類、デニソワ人、ネアンデルタル人などは消えていたということが分かりました。アフリカはじゃあ全然違うんじゃないかと思われるかもしれないですね。アフリカについてはまだそれ以外の、私たち現世人類以外の遺伝子が出てきてないので分からないんですが、多分現世人類はアフリカでも広がっていて、外で他の人類と交わったのであれば、アフリカ内でも交わったのであろうというふうには考えています。面白いのは、このネアンデルタール人と現世人類が交わったという直接的な証拠が出てきているということです。まずこのルーマニアなんですけれども、2010年にこの洞窟で現世人類の顎の骨みたいなものが見つかりました。これは4万年前のものですね。で、この現世人類、この人がすでにネアンデルタール人と交わっていたかどうかというのを調べたんです。で、染色体のうち青の部分がネアンデルタール人の遺伝子とほぼ同じのものです。ですから中には半分ぐらいネアンデルタール人と同じ染色体がありますね。ですので、ネアンデルタール人との先祖がいたということになります。3世代4世代前ぐらい、この人はネアンデルタール人の先祖がいたということになります。ブルガリアのバチョキロという場所、この技術を使って調べたんですが、ここから出てきた4万5000年前の遺跡、これを調べてみました。で、その1万年後ぐらい、あと3万5000年前のものも出てきました。で、4万5000年前のものを調べると、ネアンデルタール人が先祖にいたのが 3% ぐらい、ただ同じところから出てきた1万年後に出てきた人を調べると、今と同じ、だいたい 2% ぐらいなんですね。ですから非常に早い段階、昔の現世人類はネアンデルタール人と非常に近い遺伝子を持っていたと言えます。結論としては、
初期の原生人類はネアンデルタール人の影響がもっと大きかった。でもネアンデルタール人、デニソワ人はどんどん消滅していった、まあ、殺されたわけではなく、より大きな私たち原生人類の集団に取り込まれたんだと思うわけです。原生人類、私たち先祖の集団の方が多かったからです。さあ、ではここで、では私たちの一番進化的に近い、まあ、親戚というような関係のネアンデルタール人、それとどう違うのか、そしてそのネアンデルタール人は、サルとどう違うのかということを考えてみたいんです。で、こういう系統樹を考えまして、何が違うのかということを考えてみました。ネアンデルタール人に共通して、ネアンデルタール人に特有なものは何なんだろうか。そして私たち今の原生人類が私たちだけで獲得していったものは何なんだろうかということで、ネアンデルタール人の中で変異していったものをまず見てみようということにしました。フーゴ・ゼルバーグという人が、このオイストでもゲストで、研究をしに来てくれましたけれども、彼が、あるイオンチャンネルを見ました。このイオンチャンネルの膜に刺激を与えたときにどうなるかということを見ていきました。特別な、タンパク質がありまして、3つのアミノ酸の変化がありました。それはネアンデルタール人だけに特有のものでした。とても珍しいものです。で、とても興味深いんですが、このタンパク質がどこにあるかというと、末梢神経の端っこの方にありまして、痛みを伝える役割をしています。で、このタンパク質をネアンデルタール人化した細胞と、それから現代人の細胞、この中で発現させて調べてみました。赤がネアンデルタール人なんですけれども、そうすると私たち現代人と比べて痛みを敏感に感じると、要するにこのイオンチャンネルというのが、まあ、素早く開くというよりか、その一たび蓋が開くと痛みを感じている時間が長いということが分かりました。で、3つ のアミノ酸の変化が関係していたと思ったんですが、この2つが関係しているようでした。で、これがネアンデルタール人だけに特有で、そして私たちにはないものなのかということで調べていったんです。で、またイギリスにバイオバンクというのがありまして、およそ40万人の人たちの医療情報や健康情報が書かれてあります。そしていろんな質問票がありまして、どういう病気を持っているかとかいうことが情報としてあるわけですが、とても興味深いことが分かりました。この UK バイオバンクの登録者の中の 0.4% の人に、この先ほど言いましたそのネアンデルタール人の遺伝子が含まれていたということなんです。で、この人たちの質問票の答えを見てみました。19ほどの質問があったんですね。どういう痛みを持っていますか。いろんな痛みです。例えば頭痛とか、背骨が痛いとか腰が痛いとかいうことなんです。で、そういう痛みをこれまで生きてきた中でどのぐらい訴えたかということの質問なんですね。まあ、これぐらいの数の研究というのはなかなかありませんので、とても私もワクワクしましたが、で、痛みを考えてみますと、どういう時に痛みを感じるのか、それはもちろん年齢ですね。年を取れば取るほど体のどこかしらが痛くなってきますよね。で、まあ、年を取ると医療的な問題も抱えていくわけです。お医者さんにもかかる率が高くなります。で、ここのところ、痛みを感じる、これを
年齢と関係づけて考えてみますと、もしこのネアンデルタール人の痛みを感じる遺伝子を持っている人は実際の年齢よりも 8.5 歳年齢が高い状態で痛みを感じてしまうということなんです。まあ、もちろん性急に結論付けることはできません。こういう遺伝子があるからといってネアンデルタル人が痛がりだったかというとそうかは分かりません。痛みというのは背骨やそれから特に脳で調整するものですよね。だからその日の気分によっても痛みの感じ方は違ってきます。でも興味深いのは今日の人々でこの染色体、要するに痛みを感じる染色体を持っている人ですね、は一つそういう染色体にそういう特徴がある。でネアンデルタル人の場合は染色体のどちらも二つともにその特徴があったと。でネアンデルタル人に対する私たちのイメージというのはちょっと野蛮で、ちょっとそういう人かなというふうなイメージもありましたけれども実際はもう少し弱虫だったのかもしれませんね。もう一つお話ししたい例はホルモンなんですが、プロゲステロンというホルモンです。体の中でいろんな機能がありますが、これは黄体を作り、子宮内膜を妊娠に備えさせるものです。でこのプロゲステロンの受容体というのがあります。これはいろいろ人によって違いがあるということが分かっているので、この受容体の数を調べたところ、アフリカにはほとんどないけれども、他のところにはこれを持っている人がいる。で調べたところこれがネアンデルタール人由来の遺伝的変異だということが分かりました。でこれは実は早産と関係がある遺伝的変異なんです。ネアンデルタール人バージョンの遺伝的変異だとやはり早産の可能性が高いということになる。つまり赤ちゃんに危険が及ぶということですね。ただこのプロゲステロン受容体の変化、年代を経るごとにどういうふうに変わっていったのかを調べました。特にヨーロッパでは、もう5万ぐらいの、骨が研究されていますので、1万5000年前ぐらいまで遡っていろいろな年代の、遺伝子情報が今分かるようになってきています。ですからそれを使って1万5000年前まで遡って調べました。黒は、ネアンデルタール人由来の遺伝子を持っている原生人類、グレーは持っていない人類、赤は、まあ、ネアンデルタール人の遺伝子です。で、もう一回やってみましょうか。これを、年代を変えてみるとだいたい7万年ぐらい前に、爆発的にネアンデルタール人由来の遺伝子を持っている人が増えてるんです。でもこれは赤ちゃんにとって良くない遺伝子変異なのになぜ増えているのか、それを不思議に思ってもう一度 UK バイオバンクで調べてみました。でこの時は、この時の質問は、ネアンデルタール人由来の遺伝子を持っていない人を調べたんです。そうすると、妊娠初期の出血とか流産と関係がある。そして、兄弟姉妹の数は少ない傾向にあるということが分かりました。つまり、現代人の遺伝的変異は流産の可能性が高くなっているということが分かったのです。つまりネアンデルタール人由来の遺伝的変異は
早産と関係しているけれども流産を予防している結果としてより多くの子どもが生まれるということだと考えています。ですからプロゲステロン受容体が多いことで流産は防いでいるけれどもその代わり早産で生まれてしまう可能性が高くなるということです。このプロゲステロン受容体がやはり多いネアンデルタール人由来の遺伝子を持っている遺伝的変異を持っていると多いのでやはりプロゲステロンの効果も高いということになります。実際ここ数年、4つぐらいいろんな研究があるんですけれどもこのプロゲステロンを流産を経験した女性に与えると子どもが生まれてくる可能性が上がると。つまりやはりこのホルモンもしくはこのプロゲステロン受容体が増えることで出産につながっているということが分かりました。このような遺伝的変異のが結局ネアンデルタール人由来に関わっていたという別の例がこちらなんですが肝臓から分泌されるものですがこれもネアンデルタール人由来だということが分かってきました。でこれに関わるのがこのイブプロフェンという薬なんですがネアンデルタール人由来の遺伝子を持っているとイブプロフェンの効果が長く続くということが分かりました。またウォーファリンという薬ですがネアンデルタール人由来の遺伝子を持っている人は投与量を少なくしないといけないということが分かっています。つまり分解する力が弱いから、効果が長続きするということです。もう一つの例がコロナです。もちろん皆さんご存知のように、重症化したり亡くなったりする人がいる一方でほとんど症状が出ないもしくは無症状の人がいますね。このリスク要因としてはもちろん高齢とか男性とかいろいろありますけどこのようなリスク要因だけではなぜ重症化する人と無症状の人がいるのか説明がつかないのです。そこで国際コンソーシアムという大きなグループで研究をしてなぜこのような違いがあるのかを研究しました。私たちもこの研究に関わったのです。で最初の結果として私たちが驚いたのは大きなリスク要因がこの3番染色体というものにあるということが分かったのです。この DNA をシーケンスするとこのリスク変異特にこのうちの一つがネアンデルタール人と関係があるというものだったのです。ですからこの3番染色体のリスク要因はネアンデルタール人から来て、私たち現世人類の中の、何人か一部に受け継がれているということです。でスカンジナビアヨーロッパで、コロナの初期の段階で入院した場合ネアンデルタール人由来の遺伝子を持っている人はだいたいその集中治療室に入って亡くなる割合は 7% ぐらい。でもネアンデルタール人由来の遺伝子を持っているとその倍だいたい 13% から 14% でした。ですからこの非常に複雑なんですけれどもこの遺伝子の中の何かが影響しているということが分かりました。ただ細かいどういうふうにそれが具体的な影響を与えているのかというところまでは分かっていません。ただ面白いのはこの世界的な分布です。このリスク
要因をもたらす遺伝的変異ですけど、アフリカにはいません。でアフリカの外にはいるわけです。ということで、じゃあこのネアンデルタール人由来の遺伝的変異を持っていることでどのぐらい死亡率者が上がっているのかと調べてみたら、110万人ぐらい死亡者が多いという結果になっています。ただ、驚くことに、東アジア、日本にはいないんですね、ほとんどない。ところが、この遺伝的変異は、南アジアだと 50% ぐらいの人が持っている。ですからこれは東アジアでは何か悪いことがあってこれがなくなっている、何か分かりませんけれども、何かコロナのような感染症だったのかもしれません。過去にあった何かによってこれが東アジアではないけれども、南アジアではこれがいい結果をもたらしたから人の中に残っている。そしてですから何かこの機能が役割があるはずだと思っています。で先ほどのこのフーゴさんの方が、さらに詳しく調べていきますと、有名な CCR5 という遺伝子に行き着きました。こちらの遺伝子は HIV ウイルスのレセプターとして働きます。つまりウイルスがこの遺伝子と結びついて細胞に入っていくというものです。でこのコロナの重症化要因となるこの遺伝子を持っている場合、 HIV の感染リスクは下がるということが分かりました。また HIV のウイルスにさらされた場合、このネアンデルタール人の遺伝子を持っていると感染をしてしまうリスクが下がると。まとめますと、この遺伝子、ごめんなさい、この3番染色体のこちらの遺伝子を持っているとコロナの重症化リスクが上がるが、一方で HIV の感染リスクは下がると、いいところ良いところ両方がある、諸刃の剣のようだということが言えます。しかし他の要因もありますので、例えば東アジアではいろいろな他の環境要因などもあるかもしれません。ですから遺伝子変異というのはいいところだけでもないし悪いところだけでもない、環境やいろいろなものに、でこの場合は病原菌の種類によっていい働きもするし悪い働きもするということが言えるということです。ネアンデルタール人の遺伝子があるからといって悪いことばかりなのかと、で他の変異はどういうふうな影響をもたらしたんだろうかということで、12番染色体、これも調べてみました。そうしますと、コロナの重症化をこれもまあ防ぐという働きがあることも分かりました。でそこで関わってくるものは、酵素が関わってきまして、ウイルスの遺伝子を劣化させるということなんです。コロナウイルスいろいろな種類がありますから、コロナウイルスの他の種類のものも感染リスクが下がる、重症化リスクが下がると。ですので、しかしながらそのリスクから守ってくれる方の率の方が重症化する率よりも低いということは少し残念ですが、ということで、まあ、こういうふうな違いを見ていきまして、現代の私たちだけが特有に持っているものは何なんだろうかということを今度は見ていきました。誰しもこの地球上に住んでいるのであれば、誰しもに特徴づけられるもの、それは何なのかということに興味を持ちました。
多分何か遺伝子の変異が起こって、それによって現世人類に特有の機能が出てきているのではないんだろうか。それをネアンデルタール人やデニソワ人やその他の人類と比較したときに何が違うんだろうか。まずはこのような道具です、テクノロジー。ネアンデルタール人は石器を使って西ヨーロッパからいろいろなところに進出はしていきました。もちろんこの石器などを見ますと地方によって特徴は見られます。しかし現代人類のテクノロジーはもっと発展しました。そしてこのような絵を描いたり何かを説明をするということは現世人類に特徴的なことです。そしてまた現世人類は数がとにかく多かったわけです。で、いろいろな遺伝子の変異がありましたので、世界のあちこちに海を渡り、そして、海を渡った先に何があるか分からないけれども、その土地に出かけて行って住み着いたんですね。オーストラリアなどにも出かけていきました。アメリカ大陸にも行き渡りました。ということで、遺伝的な特徴を持って、そして、発展をしていったということになります。で、これは今日生きる私たちに特有の変化というのは3万の遺伝子の変化が起こっているということです。アミノ酸の置き換え、タンパク質が変化をして、そしていろいろな調節領域に変化が及びました。それがどういうふうな行動や認知力に影響を与えているのか、特に脳の発達にどう関係しているのかということ、これに今取り組んでいます。それを今沖縄科学技術大学院大学で小さなグループを作って研究をしています。またドイツのマックス・プランク研究所においても研究を続けています。そして皆さんにぜひともこの私たちの一番近い親戚から受け継いだ遺伝子というのが私たちに受け継がれ、そして人間、現世人類特有の変化を遂げながら私たちを特徴をつけていった。しかしその背後にはネアンデルタール人の遺伝子の影響がある。そしてその他にもデニソワ人の影響も受けている。そして、アジアでも特有の発展を遂げてきた。でこのようなことが分かっていくのは、大量の人のデータ上がるバイオバンクなどを活用しながら、それからまた現代の人の細胞の借りていろいろな実験をしたり、モデル生物を使って実験をしたりしながらやっていっています。ということで今日の私の話はここで終えたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。おそらく皆さんいろいろ質問したいと思ってらっしゃると思います。じゃあここで質疑応答に移ります。マイクに行ってご質問していただきたいと思います。前に一つ、それから真ん中に一つ、そして上の方、今手を振ってますけどそこに一つあります。ですのでまずマイクでご質問していただきたいと思います。日本語でご質問する場合は通訳レシーバーを持ったまま質問をしに行ってください。レシーバーで答えの翻訳が聞けます。それから質問されるときは一人一問でお願いいたします。トピックに関連するものをお願いします。じゃあ最初に私からご質問させてください。
ノーベル賞を受賞してから1年経ちますけれども、どういうところが変わりましたか？何か学んだことはありますか？何か予期しなかったことはありますか？ノーという断るということを覚えました。いろんなご招待を受けるので、なんかノーベル賞というですね、ノーベルという、まあ、賞ですけれども、ベルがないという賞ですかね。それを受賞したからです。じゃあもう一つ、オイストに来た理由は何ですか？まあ、暖かい人とか気候もあると思いますけど、私は6、7年前ですね、オイストから名誉博士号をいただきまして、でその後、まあ、招待を受けたんですけれども、非常にユニークな、いろいろなグループ研究者グループがあるのに、全て、まあ、縦割りではなく、横断的に研究している。そして、私は神経学の専門ではないんですけれども、神経学者もいる、非常に総合的な交流があるというところが理由です。それではじゃあ進めましょうか。Okay, let's go to the audience. We'll start right here. まずこちらの方から、お名前とご質問お願いします。マイケルと申します。質問なんですけれども、ネアンデルタール人のゲノムと現代人のゲノム、X 染色体と Y 染色体なんですが、X 染色体はより小さいわけですよね。それは本当ですか？そうです、そうです。より発現率も低いですし、少ないです。ですので、まあ、男性のネアンデルタール人は、おそらく X 染色体を娘に、Y 染色体を息子に、受け渡していると思います。じゃあ、ジェンスキー・モラーという。のそうですね、ありがとうございます。ただそうは言っても他にも理由があると思います。そのネアンデルタール人の由来の電子が、まあ、少ない理由なんですけれども、この統計的に言うとネアンデルタール人由来のものが多いというところもあるんですが、これはおそらく選択的な理由ではないかというふうに思っています。その男性は、まあ、選択的に、暴露する染色体が一つしかないからではないかと思っています。じゃあこちらの方お願いします。こんにちは。高校で歴史の教師をしております堀之内と申します。ブライアン・サイクス先生 の本を読んで、共通祖先の研究っていうのに興味を持っているんですけれども、共通祖先の研究っていうのは今後どういうふうに進んでいくか、先生の意見を伺いたいと思います。よろしくお願いします。Well, I would say, the book that you refer to by, the book that you refer to 今おっしゃった本ですね、ブライアン・サイクスの本はミトコンドリア DNA についてだと思います。でそこで言っているのが、まあ、母親側の、だけの情報なんですね。でより大きな情報はやはり、核ゲノムだと思います。ですからそこが今後進んでいくところだと思います。で考え方としては、まあ、次世代に続くながる考え方としては、その変異というのは、まあ、お互いに非常にミックスされている。ですから、まあ、純粋な
人間というのがいるというのは間違いで、やはり混ざり合っているものだと思います。で、人間のゲノムを見てもサブサハラアメリカとその他では大きな変異の頻度に違いがあります。ただ、例えば100ぐらいここにあるけれども、ここにはもっとある。ですから頻度に大きな違いはあるんですけれども、やはりこの辺が非常に重要だと思います。ですから、教師として次の世代にこの辺伝えていくことが大事だと思います。ありがとうございます。はい、それでは上の方お願いします。はい、いくつかまだありますよね。ありがとうございます。非常に興味深い研究をありがとうございました。ペーボ先生ありがとうございます。赤間屋と申します。分子学を琉球大学の方で学んでいます。インドネシアの出身なんですけれども、ホモフローレンス、フローレンシスというのがあの地域でありますよね。で、それに関してデータと特徴をネアンデルタール人とデニソワ人について教えていただきました。アフリカを出て、そしてアジアにも到達したというお話でしたよね。で、私がお聞きしたいのは、この研究、つまり先生のご研究をインドネシアのに存在していた人類、それがどのようにその先生の大きな研究、要するに人の進化の中で関わりを持っていると思われますか。特に現代人、現世人類との関わりの中でどうでしょうか。はい、じゃあ質問はフローレンスというその人類についてどう考えているかということですかね。非常に興味深いですよね。フローレス人というのはフローレス島にいたんですよね。で、ホミニンとよく似ていて、そして脳が小さかったと。で、最近までいたんですよね。多分3万年前ぐらいまではいたんですよね。で、現世人類、あとネアンデルタール人とかデニソワ人が消滅したのと似たような時期だったと思います。で、古生人類学はこのネアンデルタール人やデニソワ人とその初期の頃、この分岐していったこの時期、これがインドネシアの方でもいろいろ興味深いところがあるんだけれども、インドネシアでですね、この前でコロナで 3,4 年行ってませんので、これからその行ってみたいと思います。で、その学生さんにも協力いただいて出動した骨なんかもあるんですけれども、なかなかあのフローレンス人の骨は出動はしていないんです。でも動物の骨なんかは見つかっていますので、ちょっとまだですね、公表してないので内緒なんですけれども、この情報はでも同じような地層から出てきたりもしていますので、そこの DNA をぜひ取っていきたいと。動物ですので、人との違いが得やすいので、私が生きている間にぜひ、その観察もしてみたいと思っています。で、そうしてホミニンのその縦のラインをですね、より正確に解明していきたいと思っています。ありがとうございます。私の質問最後ですが、私のような若い研究者がですね、やる気を出せるような何かメッセージくださいますか。その質問よく受けるんですけれども、もうちょっと難しいですね。何か言えるとすれば、興味を持っていること、面白いなと、大事だなと、ご自身が感じることを
やってほしいと思います。それをやってると楽しいでしょ、ご自身が。でもし運が良ければ何か他の人がいいなと評価してもらえるようなところに行き着くんじゃないでしょうか。で私の学生にも言ってるんですけど、同じようなこと、もしサイエンスをいるんだったら、まあもうね、ここに来るよりも銀行なんかで働いた方がお金は儲かるよというふうにも言うんですけれども。Thank you so much. Thank you. はい、ありがとうございます。それでは前の方どうぞ。息子が聞きたいなって言ってたのが、今息子5歳なんですけど、ベイボ博士はこの5歳の時にこうなんかエジプトの興味があったよって話もあったんですけど、なんかどういうことに興味があって何のことを勉強してたのかなっていうのが気になるって、それ聞きたいなって言ってました。はい、5歳の時ですね、興味があったのは、消防車とかそういうことかな。そう、もうちょっと大きくなってから、古代 の, 発掘とかね、そういうものに興味を持ちました。古いものを発掘する。でお母さんがエジプトに連れて行ってくれたんですよ、14歳の時でした。その絵はもうすごい感動しましたね。だから古い古代のものをその時に勉強したいなって思い始めました。でもまあ勉強をしっかりしだしたのは大学に行ってからですかね。でも大学の勉強はあまり面白くなかったんですよね。で私はもっと自分がやりたいことは何かなと考えて、分子生物学とか医療も学びました。でその医学とそれから分子の勉強をミックス混ぜこぜにして、そして面白い勉強を始めたんです。じゃあ上の方の方、ケリー・タイラと申します。浦添に住んでいます。質問なんですが、人がどんどん動いて、例えば国際結婚するようになった今、先祖とか DNA を、調べるの難しくなっていますか。私の場合、例えば、知り合いがどんどん違う人たちと結婚するようになっています。ですから30年前とかと比べて、サンプルを取るのが難しくなってますか。そうですね、そうだという人もいますけれども、今私たちが目にしているのは、もちろん、常にネアンデルタル人の時もそうですけれども、やはりネアンデルタル人に、まあ、30万年前、40万年前、遡って、アフリカを出てからの人たちの中に、まあ、ネアンデルタル人の遺伝子があるわけですね。ですからもうその時からいろいろ動いていたということが言えると思います。じゃあ左側の方、名前からお名前からお願いします。赤嶺と申します。今日はワクワクするお話をどうもありがとうございました。科学っていうとちょっと難しい話で、専門外なので意味が分かるかなと思いながらちょっと不安で来たんですけれども、自分の体に関係のある話だと思って、とても科学が身近に感じられました。ありがとうございます。質問なんですけれども、この研究をする中で大変なこといろいろあるかと思うんですけれど、何が一番大変だったのか、でそれをどういうふうにして乗り越えて、研究を続けてこられているのか、その話がお聞きしたいです。I don't know. I think, わからないですね。I think that I have been very lucky. I don't experience it as I have had.
そんなに大変だったことがないんですね。もちろん、ラッキーだったのは、例えば大学とか、そういうところが私にそのクレイジーな考えであっても、例えばそういう人間の起源を遡るなんてことであってもさせてくれたということはラッキーだと思います。で、エジプトのミイラをこう DNA シーケンスして出版したときに実際には間違ってたということになったわけですよ。で、その時はやはりこうショックではありました。ただ間違っていたのであればそのもっといい研究をしてこう正すということになるんですね。まあ、ですから、ラッキーだったと思います。長期的な目標があってそれに直接いきなりではないですけれどもいきなり目指すのではなくて小さなステップでこう到達していくと。でもこの困難をちょっと、まあ、立ち止まるというふうにおっしゃってましたけれどもそういうことですか。科学で一番難しいのはやはり自分がやってることが不可能だということを受け入れて、まあ、研究をやめるというのが一番難しいことですね。まあ、でも今のご質問がちょっと一般的ではないと思うんですが。ありがとうございました。こんにちは、僕は田中レオです。質問は、自分の研究に対して集中力が切れたりすることはありませんか。で、その時にそんなことがある時にどうしていますか。あ、そんなことか。Yes, I do lose focus. そうですね、集中力が切れるときあります。特にいろんなことが起きているときですね。このそういうときはやはり1回1週間とか休んで全く違うことをして戻ってくるっていうのがいいと思います。あんまりにも一生懸命そればかりになりすぎると、進歩できない、前に進めない。だからちょっと休みを、休憩を取ります。これでアドバイスになってますか。じゃあ上の方お願いします。イーナ・ソフィアです。質問は、古代の人は今の人みたいに肌の色とか目の色とか違かったんですか。はい、肌の色とか目の色、興味深いですよね。で、ゲノミクスというのは遺伝子だけを見てどういうふうな外見だとか見ない、どういうことをやったのかということを見ないのは良くないですよね。今日の人を見る場合、まあ70から80% の確率でその肌の色とかを当てられるんですけれども、古代の人のそういう肌の色なんかを見つけるのは難しいですよね。だから分からないというのが答えです。ネアンデルタール人から受け継いだものが今の私たちの肌の色が濃い色かとか薄い色かとかいうのは分かると思うんですね。で、面白いのは今の私たちの中で確かなことで、3万年4万年前に狩猟採集をしていた頃の人たちというのはおそらく色が黒くて目の色は青い買ったんじゃないかと。今の人だとちょっと変わってますよね。そうだったんじゃないかなということです。okay. はい、そちらの左の方。 Hello.
山本ユニット OIST の研究者です。まあ、ちょっとすいません、他の方にとって興味深い質問かわからないんですけれども、古代のデニソワ人、ネアンデルタール人などの研究と、それといろいろ予測がありましたよね。ネアンデルタール人と現代の人を比べて、他の人類などもどういうふうに現代と関わっているのかということをもう少しお聞きしたいです。そうですね、いろいろ分かってきていることはミックスしてきたということですね。デニソワ人の骨はデニソワ洞窟から出てきていましたね。デニソワ人の父親とネアンデルタル人の母を持つ人物の骨が見つかっているということなんです。それから他の人の遺伝子、もしくは現代の遺伝子がネアンデルタル人に入ってるんじゃないかということについては、ネアンデルタル人ですね、現代人とのそういう関わりを見るには最近のこのネアンデルタル人の骨が必要ですね。非常に難しいですよね。私たちの現代人からは誰からの DNA を取ることができるんですけれども、それからまあ同化についてのお話ですか、その現代の人類に取り込まれていったという話のところのご質問でしょうかね。それは難しいんですけれども、8人か9名のその現世人類、そのうちの5名が、ネアンデルタール人の血統だったと、そのネアンデルタール人が生きていた頃の話ですけれども、そういう事例があります。で、どういうふうな関係性を、現世人類がネアンデルタル人やデニソワ人と築いていたのか、協力的な関係だったのか、協力し合っていたのか、どうなんでしょうか。で、デビッド・ライヒだとか他のいろいろな人が、研究もしていますけれども、もういろいろな戦いなんかもあったかもしれないけれども、いろんな関わりが現世人類とネアンデルタル人の中であったというようなことが分かっています。こんにちは、アザマソワです。港川人にも、ネアンデルタール人の遺伝子とかは含まれているんですか？That's a good question. Yes.いい質問ですね。港川人の DNA 解析はまだしてないんですよ。でもあると思います。港川人もまだ現世人類、私たちと同じ現世人類なんですね。ですから多分私たちと同じように 1% 2% はあると思います。で、沖縄の古い人骨、まあ、港川人じゃなくて他のものも調べたら、もしかしたらもっといい答えが出てくるかもしれないですね。将来のことですけど。Okay, let's go back down here, please. ペボ先生、今回は、面白い発表ありがとうございました。琉球大学の学生で、OIST のインターンシップ生でもある戸川元気と申します。まず最初にちょっと確認なんですけど、アフリカのグループが最初に全世界に広がってから、その後でなんかヨーロッパのグループとかアジアのグループが、すいません、先に、アジアヨーロッパのグループが広がってから、そこを、アフリカのグループが全世界を覆ったっていう解釈であってますか？I don't know if I fully understand the question.
今のご質問が分かっちょっと理解できたか分からないですけど、現世人類はアフリカから出て、その後でいろいろと分化して、その後またさらに違う人類が交わって、そしてアフリカに戻ったグループもあります。ですからアフリカにも少しは遺伝的変異はあるんですけれども、多くの断片はヨーロッパから出てきますということですが、それは今ので答えになってますか？ちょっとなんかぼんやりですけど理解できました。そこでデニソワ人今回新種として認められたってことなんですけど、そのデニソワ人って多分他の、ネアンデルタールとかとも交配できちゃうんじゃないかなと思ったんですけど、それってなんか新種としてどのラインから新種として認めたのかなっていうので、ちょっと本筋とは外れてしまうんですけど。Well, so in terms of say when we estimate the time of divergence based on the differences, 登場してきたその時代というのは DNA シーケンスをして特定してますけれども、だいたい40万年前ぐらいだというふうに言われています。で、その変異の割合なんですが、現世人類デニソワ人ノエンダルタール人の境というのがだいたい50万年前だと思いますが、そこでデニソワ系洞窟から出てきた証拠によって分かっていることですけれども、その他の証拠でデニソワ人とデニソワ人がやはり混血しているという証拠は出ています。ただもっといろいろな混血もあったと思うんですが、証拠がまだ出ていないです。Let's go down here. Hi there. じゃあ下の方お願いします。僕の名前は上原レオです。質問なんですけど、ノーベル賞を取った時の気持ちを教えてください。Well, actually, I was totally surprised. 実は本当に驚きました。ただそう言ってるわけではないです。日本からも賞を実はいただいてるんですね。でも、私がやってることはノーベル賞とはあんまり合わないかなと思ってたんです。だからその日の朝、電話をもらった時に、スウェーデンからの電話だったんですけれども、多分スウェーデンにいる友達が、ストックホルムから冗談でかけてきてるんじゃないかなと、なんかわざと、言ってるんじゃないかなと思ってたんです。でそれでいろいろ聞いたら本当だということが分かってびっくりしました。インスタグラムを見たらなんかプールの話が載ってましたね。ドイツではですね、博士号を取ったら、プールに投げ込まれるっていう習慣があるんですよ。なのでノーベル賞をもらった時にそういうふうに博士号をもらったのと同じようにプールに投げ込まれたんです。小林レラと申します。ペーボ先生、今日は貴重な講演どうもありがとうございました。で僕の質問なんですけれど、今回お話を聞いて、なんかネアンデルタール人由来の遺伝子というのはその痛みになんか弱かったり、ちょっとコロナにかかりやすかったり、重症化しやすかったり、あと何でしょう、そうですね、早産のリスクがあったり、なんかちょっと結構悲しい
イメージが結構あるんですけれど、なぜそのような遺伝子が、なんか生きるのに大変不利な遺伝子だと思うんですけれど、そういう遺伝子がなぜ残り続き、今日まで残り続けてこられたのか、そしてまた今後もその、ネアンデルタール人の遺伝子というのを我々の中に、まあ、一定程度保存されていくものなのでしょうか。よろしくお願いします。そう、はい、変異体のすべてはまあそのコロナのリスクの変異体のようにいい働きも悪い働きも両方持ってます。そしてそれは時間が経てば変わっていきます。変異体というのはコロナで死亡するリスクを増やすんですね。で、これが遺伝子を持っていると死亡率が2倍に高まるんです。で、南アジアでは 55% の人がその遺伝子を持っている。でも東アジアではその人はほとんどないわけですよね。おそらく過去に他の感染症が東アジアで起こっていたからではないかと。それからまた先ほどプロゲステロンのレセプターの話もありましたね。早産もあるけれども、でも一方で流産の危険性は減らすと。だからいいところも悪いところも両方あるんですよ。で、まあ、それは過去、例えばもうずっと何千年も前、何万年も前でに遡ると今日悪い出方をしていたものはその当時の世界ではいい働きをしていたかもしれない。だから変異体というのはもういろいろその若い時にいろんな悪さを引き起こすかもしれない。でももしかするとそれは結局まあいいところも悪いところも両方持ち合わせているんだという解釈です。はい、ではお名前と質問をお願いします。こんにちは。こんにちは。アイナです。アイナです。アイナ、質問は、はい、アイナ、体の中はどうなってんですかって、はい、頑張って大丈夫よ。 Okay. Do you want to go ahead, Mom? もう一回行く。はい、一緒に行く。体の中は、体の中はどうなってんですか。はい、今私たちが研究してきたのはさっき言ったこういうママとパパの両方から来たものが入っている。それであなたができている。で、体の中のいろいろ心臓だとか肝臓だとか肺とかそういう体にとって大事なものがそれで作られています。はい、ありがとうございました。On my left. Go ahead. じゃあ左側の方お願いします。テーボ先生こんにちは。沖縄県職員の麻戸翔と申します。今日は素敵なシャツで貴重な講演ありがとうございます。で、質問としてはネアンデルタール人とデニソワ人、また他の人類もいるかと思うんですが、何種類ぐらいの人類から現代人は構成されているとお考えでしょうか。Yes, it's a good question. いい質問ですね。So, I don't think there is room in the genetic variation of people today, for example. 今の私たちの遺伝的変異を見ると、その他の人類からの
影響はなさそうなんですけれども、確かに他の人類もいたと思います。さっき出てきたインドネシアにいた人類とか、ただその人たちが今の現世人類に影響しているかというとそれは分からないんですよね。でデニソワ人の場合は、アジア中とそれから、アメリカネイティブアメリカンとか、そういうところに影響があるのが分かっている。だから、例えば、10万年前そのあたりに現世人類が行ったときに、じゃあどういう人類がいたのかまだ分かってないんですね。確かに他の人類だと思うんですけれども、ただ私たちの現代人の変異に影響が残っていない。アフリカの場合は他に確かに他の人類がいたというのは明らかになってるんですけど、ちょっとそこは複雑なんです。アメリア・ウォルフと申します。私の質問は、先生は古代学に、とか考古学に興味があったということですけれども、私も科学に興味があります。ただ、現代のことを調べようと思うとすごく技術的で複雑なんですね。で科学雑誌なんか見ても非常に、技術的なことばっかりで、ちょっと読んでてイライラしてきてしまうんですけれども、その科学者になりたい人とか、科学のこと全然分からなくて、そういう科学の技術的な言葉とか分からない人が、新しいこの動きについていくために何かアドバイスありますか？いい先生を見つけることがいいと思います。まあ、大学にしても、例えば大学で、自分が勉強しているものとこ うまく結びつけてくれる先生がいるといいと思います。私の場合はラッキーで、そのエジプト学とその医学を結びつけてくれる先生がいたんですね。ですから、そのエンジニアでこのエンジニアの勉強だけとか、古代考古学で古代の勉強だけとかではなくて、そのI'm going to cure cancer. 例えば、がんを治したいと思っても、そのがんを治したいと思っている研究者はたくさんいるわけです。だから、それだけで貢献するのは難しいですけれども、でも、神経学とか、他の領域、から貢献しようと思ったら、それはユニークなことなので、こう結びつけるというのが大事だと思います。じゃあ上の方お願いします。中島もともと言います。現世人類の DNA の一部はネアンデルタール人に由来するものって話していましたが、逆にネアンデルタール人の DNA の中にホモサピエンスに由来するものってあるんですか？それはすごくいい質問ですね。何年もですね、私たちそのネアンデルタール人の DNA に現代人の DNA が混ざってるっていう証拠はなかったんですよ。でも、20万年前、30年前、その私たち現世人類の祖先がネアンデルタール人と出会って、その外のアフリカの外に出ているネアンデルタール人に影響を与えたというのは分かってきています。ただデニソワ人はアフリカには影響を与えていないんですね。やはり遠かったので。ですから、その遺伝子の中には、私たちの祖先がネアンデルタール人に影響を与えて、でそこからまた
影響を私たちに与えた、行ったり来たりしたっていう証拠は出ています。 Thank you.、Okay. ありがとうございます。 Thank you.沖縄出身の島袋です。よろしくお願いします。ちょっと2つほど質問、DNA を取るときに骨から取ると思うんですけど、小指とか出てたんですけど、全ての部位から全てのところから取れるのか、または歯からもいけるのか、その辺どうでしょうか。取りやすい部分ってあるのでしょうか。So, はい、原則的にどこの骨も取れます。でも実際に、骨格のある場所がよく DNA と内耳ですね。耳の骨、そこに良質の DNA が入っています。なぜかというと、すごくコンパクトなんですね。ですので、理想的には内耳がいいですね。それから歯もいいですね。歯もそういうものが取り出しやすいです。それから現在では、4-5mg ほどの非常に小さな小さな骨からでも DNA を取ることができます。あと一つですか。まあ、とても難しい質問だと思いますけど、ネアンデルタル人が滅ぶしまったという原因をどう考えますか。はい、なぜ滅びたか、まあそれが分かれば数百万ドル稼げるでしょうかね。多分現世人類の行動が関わっているのかなというふうに思っています。ネアンデルタール人だけではなくて、フローレシアン、インドネシアの人とか、デニソワ人とか、みんな滅びてしまったんですよね。アフリカにいる人類も滅びたと。ですので、まあ、もちろん現代人が野蛮でどんどん殺戮していったのかと、まあ、そういうふうな説もありますけれども、まあ人口でいうとですね、現世人類が非常に多かった。だから、荒廃を繰り返すうちに、まあ、同化されていったんではないかと。ネアンデルタール人の 2% の DNA、それから、他のその50人、現世人類がいれば、そのネアンデルタール人の DNA というのは薄くなっていきますよね。まあ、要するに人口が多かったと、それが一つあると思います。それからなぜそんなに大きな人口になったのかということですよね。海に乗り出していって世界中に住んでいったということなので、社会性が現代人類にはあったんではないかと。まあ個人レベルで見るとネアンデルタール人と現代人と比べて現代人が賢かったかというとそれは分かりません。でも集団になった時に、例えば政治、嘘をつき合ったり、お互いにちょっと相手を任してやろうと考えたりとか、そういうふうな、知事いなかったですよね、ここに。政治の話をちょっとしてしまいましたけれども、まあ、そういうふうな特徴が現代人にあったからじゃないかなと思います。それではごめんなさい、あともう時間になりましたので、ここでお返事締め切りたいと思います。それでは、同時通訳の機会ですね、そちらの方は、お帰りになる前に残して席に置いて帰ってください。それからパンフレットの裏表紙のところに QR コードがありますので、アンケートにもお答えください。では先生、将来についての夢を
聞かせてください。先生のご自身の実験でもいいですし、サイエンス一般的なものでもいいです。はい、そうですね、私たち今の私たちを特徴づけているのは何なのかということをぜひぜひ調べてみたいと思っています。なるほど、大きな夢ですね。ありがとうございました。オイスト沖縄を選んできて研究をしてくださったことに感謝をします。そして、今日沖縄県、それから、沖縄県民会議の皆様、そしてサポーターの皆様、沖縄県教育委員会恩納村、そして恩納村教育委員会の皆様、そして今日お越しの観客の皆様、本当に今日お越しいただいてありがとうございました。ペーボ先生、本当にありがとうございました。オイストファンの皆さん、そして、サイエンスファンの皆さん、ありがとうございます。オイストにまだお越しいただいていない方ですね、ぜひ美しい女村にございます、いらしてください。それではスバンテ・ペーボ先生、2022年のノーベル賞受賞者でありオイストのアジャンクト教授でした。ありがとうございました。Thank you.